はい、メンフィーチャンネルでーす。はい、ということで今日も元気なマー君でございます。はい、さあ、今日の作業は何でしょうか。こう来たーい。あ、はい、はい、ということで、はい、お疲れ様でございます。はい、お疲れ様です。まあもう見ての通りですね。はい、今日はごぼうの補選をしております。はい、はい、ごぼうの選別ですね。そうですね、選別ですね。はい、ナイスシューターですね。はい、はい、非常にごぼうのいい香りがしておりますよ、この現場は。そうでしょ、結構ね。はい、はいはい、ということでマー君はごぼう出汁のパートですね。そうですね、まあどこでもやるんですけど。あ、どこでもマンってことか。そうです、そうです。今はこうごぼうを出して、はいはい、ああ、スラッと綺麗な長芋じゃないごぼうですね。はい、メムロごぼうです。メムロごぼう、はい、ね、ブランドでございますからね。ブランドですね。まあこのメムロといえばね、スイートコーン、はい、コーンの街ってのもありますけど、はい、ごぼうもすごいっすよね。ごぼうも負けてないっすよ。ないっすよね。はい、豪内じゃ、道内屈指の産地ですからね。そうですね。ということで、はい、はい、まあこれは、まあ、前日掘りまして、うん、昨日掘って、はい、まあ、20基ぐらい掘ってね、はい、掘りだめして、はい、今日から選別して、選別ということですね。で、今回は10基ぐらい選別して。ああ、なるほどなるほど。そうですか、はい、どうですか今年のごぼうは。まあ、この時期だったら2トンぐらい、はいはい、2トンね、はい、2トンぐらい取れればいいかなって感じなんですけど、はい、まあ持った感じ、収穫した感じ、はい、2トン300ぐらいあると。あらららら、そう、1割2割増しぐらいな。そうですね。ええー、いいっすね。いいっすよ、めっちゃいいっすね。今年これ見て、この長さ、あ、すごいっすね。やばいっすよ。だってまだ8月の末ですからね。あ、マー君より大きいですもんね。いやいやいや失礼しました、失礼しました。ぶたたかれる。確かにね、なんかサイズ感もちょうどいいね感じ。 2L ぐらいですか今のは。今のはそうだね、2L ぐらいですね。はい、はい、ぐらいね。はい、そうですか。それは何よりですね。はい、だいたいね、2M が一番1箱あたりは高いの。あ、2M ね。そうそうそう、はいはい、でもだいたいね、今、はい、あの箱ができた感じだと、はいはい、ML が一番できてるかな、箱。はい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 、うん、だ ML のとこに山があるから。ああ、なるほど。うん、だ収量があるっていうことですよね。なるほどね、うん、だこれ L に一番山があればね、山の頂上、はいはいはい、そういう感じになるんですけど。あ、はいはい、それが L が一番頂点だったら、はい、もっと収量ありますよ。ああ、なるほどね、うん、この後の時期だったら多分そういう風になってくる。ああ、そうかそうか。またこれね、うん、ちょっと数字といっても違いますよね、後半戦になったりしても。ああ、違いますね、形状とかも違ってくる、ね、日々なんか違いますよね、はい、前半後半ではね。そうですね、はい、いや今時期はね、一番大きくなる時期ですから、ごぼう。ああ、そうなんですね。はい、あ、長さも太さも。そうかそうか。はい、1日30キロぐらい大きくなる。すごいっすね。タンね。うん、タンね。うん、ね、1本じゃないですよ。1本で30キロだったら、うん、もうこれが30だったらね、破壊されちゃいますよ、繊維が。そうかそうかそうか、それはなるほど。はい、まあでもマー君はあれですよね、この全身栽培といって、だいたいこの8月の末ぐらいにね。そうですね、収穫するようにね。はい、これは4月の20日頃に巻いて、はいはい、8月の25ぐらいに収穫します。あ、なるほど。巻物では一番最初ですか。はい、うちは一番最初です。そうっすよね、はい、長芋掘り終わったら次ごぼう巻くかと。そうです、そうです、いう感じですよね。はい、そうですね。あ、まああれじゃないですか、今年のところちょっと、まあ、はい、低いところ石も出たりして。あ、でもね、そういうとこがいいんだよね、はい、まあ石が本当に出ちゃダメだよ。はいはい、出るって言ってもさ、石ある層ってもっと下なの意外と。はいはい、うちのとこはね。ああ、そうなんですね、うん、はい、
トレンチは1メーターかかるんだけど、はいはい、1メーターはかけれないけど、はいはい、80センチぐらいはかけれる。あ、なるほど。そうだから低いとこって黒土だからさ、まあそうっすよね。そうだけにね、ここもね、でかくなってんの。あ、そうですか。水持ちもいいし。そう、私干ばつだったけど、はい、その下の黒土のとこはめちゃくちゃいいよ、生育。あ、そうなの、はい、綺麗だし。あ、そう、はい、あ、じゃあ良かったんだね。なんかやっぱりこう石出たりして結構春先は苦労してるのかなって。あのちょうどうちの前じゃないですか。あ、そうですね、トレンチは上げながらかけてね、うん、なのでちょっと大変だったのかなって思ってはいるんですけど、うんうんうん、はい、生育の方はまあ良かったということですね。むしろそうですね。そうですか、はい、はい、そうかそうか。それはなんかありますか、質問。ああ、はいね、いや、そうなのかなと思っていたんですけども、はい、あ、はいはいはい、まあまあ良かったってことですね。そういう黒土のところもね。はい、はい、今年干ばつだったじゃん。干ばつでしたね。だからね、はい、やっぱり根っこがさ、水分求めて下に下にって張ってくでしょ。はいはい、だからごぼうもやっぱ根物だから長さ出たんじゃないかなと。それ、あ、干ばつが逆に、うん、水を探して長さを出たみたいなね。そう、勝手なイメージですよ。なるほどね、うん、長芋も悪くないんじゃないですか。あ、なんか長芋も悪くないって噂聞きました。あ、本当ですか。はい、なんか情報あるんですか。なんか多分農協の、うん、多分振興センターとかそういう関係の人だった気がします。あ、本当。はい、詳しく聞けます。いい、あ、詳しくはごめんない、いいらしいよって。今年も、うん、うん、なんかサイズは良さそうだっていうぐらいしか、まあ詳しくは。じゃあ数字とかはまだ出てないね。あ、まだじゃないですか、さすがに。まだ言っても本当ちょろんじゃないですか、長芋のサイズ感で今だと、はいはいはい、こっからグイグイグイじゃないですか、やっぱりグイグイグイかね、うん、まあ長芋もね、あの、まあ近日動画になると思いますけど、あの、はい、ね、4.5 メーター上がるブロキャスで追肥もしましたしね。そうですね、はい、はい、しっかりね、肥料も切らさず、はい、はい、いい成功するんじゃないですかね。楽しみだね。そういう意味では楽しみですね。ビートもいいっしょ。ビートもいいと思います。さっきね、チラッとマークの見させてもらいましたけど、はいはい、なんか活版どうですか、活版。活版はでもね、チラチラっと工場ねとか、はい、あと端っこの部分とか、はい、なんかあのちっちゃいポツポツっていうの出てて、うんうんうん、なんかやだなっていう感じですね、はいはい、だからちょっと僕もさっきまでビートの防除してたんですけど。あ、やってたの。そうなんですよ。本当やっぱし、あれですよ、ファックスの通り、コネクトの、はい、コネクトの通り、まあ、はい、7日で やりましょうみたいな。あ、1週間おきね、はいはいはい、っていうのでね、やってるんですよ。まあ本当ね、やっぱりこの2年連続活版出ちゃってますから、うん、そうだね、トカチも暑さがちょっと最近ここ近年異常なんでね。そうですよね、蒸しますから、すごい。いや、本当だね、はい、昨日もめっちゃ暑くなかった。昨日の、ああ、昼かい？昼、30度になったでしょ、だって30度になったね。え、麻婆さん一生懸命ごぼう掘ってましたけど、はい、いや、きっと暑いんだよなと思いながらさ。暑かった、はい、ねえ、うん、そうなんですよ。まあまあ、でもね、なんか生育は全体的に良さそうだということで、はい、まあね、我々順調ですよ、本当に。メムのごぼうもね、はい、これから市場に出回ったりとか、うんうん、あとはアイサヤとかは多分ちょこちょこ出てると思うんでね、はい、ぜひね、目黒のごぼう、非常に香り強いですよね。強いですね。ね、はい、とってもいい香りするんで。いや、すごいっすよ。だって、はい、もう、あの倉庫の辺行ったらもう土屋のごぼうの匂いがもう、あ、するしょ、うん、香りが、うん、まあね、道挟んで横ぐらい。あ、もうすぐね、うん、するする、あれなんで、もう、うん、いつもね、うん、マークのごぼうを嗅ぎながら僕はもう、うん、いい匂いですよ。いい匂いです、うん、このね、はい、そうなんですよ。はいはい、それにしてもなんか、はい、いい男だね。色気増しましたなんかさ、画面越しに見ると余計なんか肌がさ、はい、綺麗に見えるんだよね、これ。あ、そうなんですか。すごい肌白く。いいカメラですね。いや、本当だわ。はい、はい、さすが iPhone 15 Pro、はい、自慢しました。はい、自慢でございます、はい、そうですね、はい画面越しに見ると失礼だななんかすごい肌白く見えるんだよね。そうですか。はい、なんか倉庫じゃない、倉庫だからなんか暗く見えるんだけど、うんうん、しっかりなんかあなたの綺麗な色白がオーラです ね、 ね、完全にオーラ出てますね。覇王色がもう出てますからね、はい、気絶させますよ、あなたを西川くん、西川くんになっちゃう分かんないか分かります、分かりますか、レギュラー、はいはい、
はいはいはい、あら探検隊ですね。はいはい、今日はごぼうを乗せるだけの動画ですか？確かに、確かにそうなりそうですね。はい、確かに、ひたすら10分ぐらいごぼうをあげて喋ってる動画になりそうですね。怒られちゃいますよ。これはもう、もう編集いらないですね、これ。はい、そうですね。もうこれ超、うちは長尺動画いけますよ、ほんと。光る張りの多分もう、3時間とかで。いけそうですよね。はい、でもあれですよね、マー君は絶対この全身ですよね。ごぼうかい？ごぼう全身、それ以外掘る時期がない。なるほどなるほど、うん、それはまずのって全身は、うん、まあ、ごぼうの出始めだから、うん、値段が高いよねっていうところでそこに合わせてスタートしたってところですか？ああ、始めた当初はそうですね。あ、なるほどなるほど、うんうん、でも今は、はいはい、変わんないですよ。変わんないですか？ロジンも。あ、そうなの？うん、ロジンになると収量増えるから。そうだよね、うん、そりゃそうよ、おけは増えるよね、うん、あんまり変わんないかもしれないですね。あ、そうなんだ、早い水揚げとしては実際は。あー、なるほど、はい、早い分高い人のと、あと、うん、一般というか通常栽培でも、うんうん、量ちょっと下がっても量が出る。あー、なるほどね、うん、そうか。でももうね、その体型で今はね、はい、9月にはね、芋だとかキャベツだとか、うん、そういうものがあるから。そうそう、まあ、冬のうちに決めちゃうからさ、そういうのって、うん、スケジュールをね、うん、そうね、この時期に持ってきて、空いた時期にキャベツ入れてとかって、はい、もう組んじゃってるから。そうですね、もう変えることはできるけど、うん、もうもうそれが他の作物も変えなきゃならないから。そうだね、うん、それがもう土屋スタイルとなってるから。そうですね、う